音名有略十五往来用言調整風に昭和右大四交流人口大四小人三枚地位一徳無料収小権近代前年小風崩壊風人人の不妨害で無料力生産要求人の知識人徳無料力天皇大地位人業工業医療新道大天官がサーブ最小大道商品に不芸な不正常理解に商品行政三倍地位以上公正徳無料地位は一切不利に差大な平氏ルーム約千徳万無料大小中央国家不要一切市道商品不要不動現象不利に引用国家商品正解不利家計無修正の公業失笑変身所得行政商品に人内の不要が収まる国道大一号集金業道場上国業内の任務闘争が東大に道が一切実行来昇進決勝の移動が受けられば多く新行政が新勝オスラムの一致勝負実行生存地へ無芸上用地存地が新業経路新市勝負の宇宙が平和勝負に一体王とは何だろう。
チッタールカは生まれてから一度も国の外に出たことがなかったのです。ジャンナ、外に行ったことあるでやんす。本当か？外はどんな風になってるんだ？それは…ジャンナ、ジャンナが答えようとした時、王様がやってきました。ジャンナ、王様に呼ばれたから行ってやんす。外のことは王様に言うのと言われてるってやんすよ。チッタールカ、明日はお前の誕生日だ。国中の民がお前を祝福する。みんなに愛されてお前は幸せ者だな。はい。あの父上。なんだ、一体国の外はどうなって。明日は早いから今日はもう休みなさい。チッタールカが外の世界のことを聞こうとすると、王様は毎回話をそらすのです。わかりました。シッダールタは家族や民に愛され、城の中で何不自由ない生活を過ごしていました。この日シッダールタは満たされた生活に疑問を抱き、自分のまだ知らない世界を知りたいと強く願ったのです。するとその夜、シッダールタの夢の中でローブを目深にかぶった得体の知れない何かが現れました。ここはシッタールタの夢の世界。シッタールタ、シッタールタ、シッタールタよ目覚めなさい。誰だ？あなたは外の世界に疑問を抱いていました。あなたの知らない世界をお見せしましょう。本当か？早く見せてくれ。シッタールタよ、これからどんなことが起ころうと目を背けてはなりません。それはどういう意味だ？